大丈夫大丈夫、一旦家に帰ろうか。でも私、もっといい学校に行けるはずだったのに。父さんは十分満足してるよ。何しろ自慢の娘だからな。でも私坊や、泣かないでくれ。大丈夫だよ。あの学校も十分いいところじゃないか。おい、マジかよ。前も残業で来られないって言ってたよな。あいつらのプロジェクトチームがどうなってるのか、お前も知ってるだろう。ありゃどうしようもねえ。さっさと行こう。ねえ、ヘアピンを止めるのを手伝って。早く早く。だからこれはバレッタでクロスヘアピンじゃないってば。なんで一緒につけるのよ。まあまあ大丈夫よ。ずっと行きたがってたじゃない。他のことは後でどうにかできるから。ライブを見逃したら次なんてないよ。テンコはなんとかごまかしてあげるから心配しないで。でもちょっと怖いねえ。あそこにいる知らないおじさんがずっと見てきてるんだけど。この店、今日番号札がいらないとは。もしかしたらもう人気がなくなったのかもね。これでいい。あんちゃん、卵はいるかい？あんちゃん。あんちゃん。あんちゃんの分、できたぞ。すまないが、結構だ。
だから君たちに言っただろう。一人の運命はその性格にある。運命に良し悪しなど存在しないが、性格はそうでもない。誰だ？僕にはかつてとある友人がいた。彼はある才能を持ってはいたものの、愚鈍でいつも他人の決断に頼っていた。彼の性格がそうさせたんだ。だから彼は優れた頭脳と信頼に値する心を持つ者に従った。その者の指示のまま動き、その者の運命を自分の運命にした。果たして彼にとって、性格こそが運命という理屈は通じるのだろうか。ああ、すまない。昔ほど目が良くないんだ。ちょっと目の前まで来てくれないか。若者よ、君はヒーローを見たことがあるか？かつてたくさん見てきた。いやいや、君の思っているような類のものじゃない。私がこんな話をしたことは覚えているだろうか。世の中には一種の理想しか存在しない。それは他人の理想を踏みにじることだ。どんな理想でも他人の理想を踏みにじらなければ実現できない。認められないなら君自身が気づいていないだけだ。それを基準にして考えれば、人は二種類に分かれる。それができる者はヒーローと呼ばれ、他の者たちは凡人だと思われる。若者よ、そう焦るな。話はまだ終わっていない。ヒーローになることは誰もが望んでいる。しかし誰もがヒーローであれば、この世界はどれほどひどくなるのか誰もが知っている。だからこそ違ったヒーローが誕生したのだ。彼らの理想は全く逆であり、自分の理想が踏みにじられることを望んでいる。世界を動かす規則も実際は彼らが維持しているのだ。
かし、この世界は。誰もがヒーローであれば、この世界はどれほどひどくなるのか。確かに、僕の立場から見ると、彼の話は正しい。だがそれでも、そんな者たちをヒーローと呼ぶだなんて、認めがたい。ここの結末は現実で、夢ではない。僕に似た来客が精神のアダムを訪れているのか。ビシュヌの力を背負った戦士。できる私の能力は夢の集合体にも一定の効果があるらしいんです。だから手伝いに来ました。迷惑でしたか？まさか。世界の泡を感知する能力、つまりどの夢がより脆くてどの夢が集合体に大きく影響するかがわかるってことよね。博士の予想に問題がなければそうだと思います。よかったわ。何でも知ってるガイドさんが増えたみたい。ゼーレ、よろしくね。はい、頑張ります。ここは？ん？何かおかしなところでもあったんですか？記憶にある光景と重なったから、少し感慨深くなっただけよ。もう何年も前のことだったわ。あの時、一人の友人と一緒に、こっそりと外に出て、こういう街を、目的もなくブラブラと歩いたの。どこにも行かず、ただ歩きながらおしゃべりしただけ。でも、最も楽しかった思い出の一つよ。テレサ学園長が、そのお友達さんを大切に思ってることが伝わってきました。ええ。彼女は、私が一生をかけて追い求めた光よ。昔のことを思い出すより、今は急いで行動すべきよね。まずは手分けして、近くにいる人たちに話を聞いて、この夢の状況を把握しましょう。はい、任せてください。
ねえ、なんだか不気味だわ。みんな、心ここにあらずって感じで、ぼーっとしたり、話を無視したりしてる。こんな夢もあるの？ゼーレの様子を見に行きましょう。そういう意味じゃなくて。だったら離れなさい。関わらないで。でもこのままだとあなたは。あんたには関係ないでしょ。あったの？この方が辛そうに見えたので何か手伝えないか聞いたんですけど。あんたも仲間なの？私から離れて。落ち着いてちょうだい。別にあなたを傷つけようとしてるわけじゃない。私たちはただ手伝いたいだけなの。離れてってば。ああもううるさいわね。気を使う必要なんてないでしょ。本当のことを教えればいいじゃない。ここの全ては夢なんだって。え、あ、待って。そう、そういうことなのね。ねえ、聞いてた？何もかもがあなたの夢で現実じゃないって言ったのよ。私たちは夢に閉じ込められたあなたを起こしに来たの。どうして？は？あんたの話が事実だとしてもどうして目覚めなければいけないの？現実はすごく辛いのにどうして夢を見る権利まで取り上げようとするの？なるほど。そういう夢なのね。大人になって、世界は想像のように美しくないって気づいたとき、人は現実の無力さと不公平さを感じる。あらゆる方法を尽くしても、現状を変えられないとき、彼らは無意識のうちに逃げることを選ぶ。考えることを諦めて、心を麻痺させ、自分の世界にこもるのよ。この夢が重苦しくて静かなのは、その主が、この先に希望があることを信じず、終わりのない停滞に陥ったから。かつて望んでた美しいものが夢の中に存在していないのは、現実にいる彼らは、もう夢を見ないから。だから、この夢はこれほど安定してるのね。現実に絶望した人にとって、ここは唯一帰ることができる場所なんだと思うわ。それって、彼らを起こす方法なんてないってこと？だったら、物理的な手段で解決してみる？うん、それでも頑張ってみたいの。だってかつての私もこんな夢に囚われてたから。あの頃の私は生きる意味を理解できずにいた。人工生命である私は他の集団に溶け込むことができず、ただ無関心のまま生きてた。彼らと同じようにあの頃の私は夢を見ず未来にも期待してなかった。でもそんな時私はさっき話した友人と出会ったの。彼女も幼い頃から暗い部屋で育ってきたから外の世界のことは本でしか知ることができなかったけど、私と違って彼女は奇想天外な考え方をしてた。たとえこの世界が
ちっぽけなものだったとしても、彼女は様々なプレゼントをくれた。彼女が育てた花や鳥たちのために作った巣を見せてくれた。深夜に私を外に連れ出してくれたこともあった。彼女曰く、自分を抑えてる人こそ心の中で美しいものを願ってる。だけど手に入らないからこそ彼らは前に進む勇気を失ってしまうの。彼らが必要としてるのは一つのきっかけだけ。それは心を打つ物語だったり、綺麗な音楽だったり、共鳴するゲームだったりするのかもしれないけど、きっかけがあればもう一度希望を持ち、生活の雨風に抗い、明日の虹を抱きしめられる。ただ窮地を打破する勇気と力があることに気づいてないだけなの。みんな自分の想像よりもずっと勇敢で、思い通りにならない現実と向き合ってる。新たな可能性を作り出せるって彼女は言ってたわ。あんたばっかり話してるけどね、あんたは別に私を知ってるわけじゃないでしょ。その通りよ。あなたを一番知ってるのはあなた自身だもの。自分の望み、夢、当時の気持ちをあなたは全部覚えてるはずよ。それはあなたの勇気の源、前進するための原動力、あなたの心そのものなの。ずっとここに残ってても、あなたは満足することなく、ただ時間を無駄にするだけ。だったら、自分の心にもう一度チャンスを与えるべきだと思わない？あんた。さて、ゼーレ、そろそろ行きましょう。え？もう終わり？彼女はまだ何も反応してないじゃない。説教で誰かを変えることはできない。でも、今の話が彼女の心に衝撃を与えたことも事実。大人にとっては、そういった変化があるだけで十分なのよ。そうかもしれないわね。あの時、私に教えてくれてありがとう、セシリア。こんな夢もあるんですね。とてもリアルな気がします。でもそれならどうして夢で実現しないといけないんでしょう。どうしてかしらね。この広々としている感じ、今回の夢の主は無欲な人のようね。ここで考えてても仕方ないし、夢の主に状況を聞いてみましょう。こんにちは。おや、お嬢ちゃんたちは夢から目覚めるように彼を説得しに来たの？ここが夢だってわかるんですか？
そうよ。でも残念ながら二人の力にはなれないでしょうね。ここは私の夢ではないし、私も彼が想像した家族でしかないから。ほら、人は年を取ると若者よりも寂しがり屋になってしまうでしょう。じゃあどうすればこの夢を終わらせられるかわかるかしら。それは手間がかかるだろうね。何しろこの夢がなければ彼はこの世を去っていくかもしれないから。え？ここに来るまで彼は何年も寝たきりの生活をしていた。この秋までは持たないと医者にも言われたの。彼と共にこの夢を見てるのは同じ境遇の人たちばかり。だからお嬢ちゃんたちに聞きたいの。希望を持てる者は夢から出ることによってその勇敢さへの祝福を得られる。でも未来のない人たちは一体何を得られるの？あの人はさっきのおばあちゃんが話してた人みたいですね。やってみましょう。何しろこの夢は数人の選択だけじゃなく数千万人に共通してる運命にも関わってるから。こんにちは若者たち。こんにちはおじいちゃん。こんにちは。私たちは人が訪れるのは久しぶりじゃ。さあここにお座り。大したものはないが子供をもてなすお菓子くらいならたくさんあるぞ。ありがとう。でもいいの、私たちはただ。そう遠慮するな。これも何かの縁じゃろう。せっかくここまで来てくれたんじゃ。わしがもてなそう。本当に大丈夫です。そんなに長くはいませんから。そこまでする必要は。ここがわしの夢じゃからか。ええ、ここが。え若者よ、あまりじいさんを甘く見るでない。邪魔のない海辺で朝から晩まで最愛の人と一緒に波の音を聞くなぞ。わしにとっては贅沢すぎる夢じゃ。年をとって初めて気づいたんじゃが、わしの本当に欲しいものはそういう平凡で静かで普通な日々じゃ。若い頃は多くの過ちを犯し時間を無駄にしていた。年老いて機械で命を維持するようになってようやく平凡な日々の大切さに気づいた。わしは手にしてきたものと引き換えにこの偽物の夢に居続けたいと思っとる。それ私たちは。ねえちょっと待ってってば。やだ、先に着いた人はケーキを2個食べていいって約束したでしょ。え、こっちに向かってるあの2人は。ロザリオ、リリア。
私たちは目覚めた時にクジラのお腹の中にいたって気づいたの。ロザリア、ロザリア。待ってリリア、まずはこの話を最後まで聞いてちょうだい。バカ、相手をちゃんと見て。セール、それにテレサちゃん、ロザリア、リリア、どうして二人はここに？さて、待ち人が来たみたいじゃな。ケーキを食べてお祝いしようか。この老人は、冗談はこれくらいにしておこう。元気な若者を見るとついからかってその決意を試したくなるんじゃ。どうか許しておくれ。この子たちを迎えに来たんじゃろ？はい、その通りです。どうやらわしもそろそろ夢から目覚める時が来たようじゃな。え、でも知ってるのよね。夢から覚めるとおじ…ああ、病室のベッドの上に戻り、しばらくしてからこの世を去るじゃろう。もしわしが夢から目覚めようとしなかったら何が起こるんじゃ？それは、わしはな、80年以上生きてきた。この世の新三感苦の多くを味わってきたんじゃ。じゃが彼女たちは違う。若くて元気があって希望に満ちておる。そんな若者を何も変わらない夢に閉じ込めるなど、あまりにも残酷じゃろう。古い命は、この世界から退場すべきじゃ。新たな命に舞台を残すためにも。おじいちゃん、この夢を諦めて、なんて言わないわ。ほう？私、こういう夢自体は間違ってないと思うの。間違ってるのは、人生の終点まで歩いていないのに、未来を諦める人たちよ。私は、あなたを信じてるわ。きっとこの二人の世話をしてくれたように、他の若者たちの面倒をちゃんと見られるはず。そして、今のように夢の外には彼らを待ってる生活があるって教えてあげて。そろそろ現実と向き合って、人生を終わらせようと思ったんじゃが、まさかまだわしらの助けを必要とする若者がおるとはの。いいじゃろう、若者たちに年寄りの根性を見せようではないか。わしらの人生を無駄に過ごしてはおらんぞ。Thank you.
れは、まさか地震？バカ、私たちが夢を出るんだよ。うん、二人を安全な場所に案内するね。じゃあ、テレサちゃんは？私とゼーレには、まだ仕事が残ってるの。この夢は解体され始めたばかりで、より多くの人たちに加わってもらうにはまだまだ努力が必要なの。じゃあ私たちも一緒にやるわ。うん、今回は私もロザリアの意見に同意するよ。すまないな。私は君のことを覚えていないんだ。タスラナ。タスラナ？聞き覚えのない名前だ。僕は君の演説を欠かさず聞いてきた。欠かさずにか。どうしてだ？僕にもわからない。本当は君よりさらに先を見続けた人を僕は知っている。本来なら彼女の一言一句を覚え、思い返し、自分の行動を決めていくべきだった。しかし僕にはできない。この時代の問題を解決するにはこの時代の考え方が必要だ。何はどうあれ、僕は君の知恵を、浅はかさを知っている。君が投げかけた問いについて考えたことがあるし、自分なりの答えも見出した。それでもなお、僕には今、知りたいと思っていることがある。この100年間、人知の頂点に立つ者として、生涯を試作に費やした結果、君は一体どんな答えを得たのか。答え？鳥はなぜ飛ぶと思う？それは飛びたいからだ。しかしありえない。どこまでも独りよがりなロマンチストの願望だ。僕も同じ理念を抱えている。それは子供時代を乗り越えること。だが欲しいからといってできるわけではない。なら、君の答えは？飛ばないといけないからだ。白亜紀に終焉の隕石が落下した結果、自由な鳥たちだけが滅亡の定めから逃れられた。何を言っているのかよくわからない。それでも
適合者のみが生き残れると信じているんだな。結末は全てを検証する試金石となり、勝利のみが氷となる。ならば、若者よ。私が死ぬ前に最後にもう一度演説をしよう。今回語るのはイカロスという若者。そして君に知ってほしいんだ。墜落するために飛び上がる人間もいるのだと。夢の集合体が乱れているのか。テレサがここを出てからすでに時間が経っている。誰かがここで想像を試みているのだろうか。あれ、知らないおじさんだ。やった、助けが来たよ。ちょっと待って、どう見てもいい人じゃなさそうだけど。大丈夫だよ、ちびっこ先生だって最初はいい人に見えなかったもん。そういう問題じゃないと思う。何をしている？聞いたらきっとびっくりするよ。僕たちは今、おっきな飛行船を作ってるんだ。空の一番高いところまで登って、その先まで飛んでいくの。それと、海の一番深いところとかにも行けるよ。誰も思いつかない飛行船を作って、みんなの知らない場所まで行くんだ。どう？一緒にやってみない？君の名前もそこに刻んでおくから。ちょうど重たすぎる材料もあって。君たちは難しい仕事をしている。なら、それなりの理由があるんだろう。だって何も変わらないなんてつまんないでしょ。初めの一歩を踏み出せてこそ本物の冒険者になれるってちびっこ先生も言ってたよ。まあ興味ないならいいや、僕たちだけでやるから。おじさん、バイバイ。なるほど、これは君の力ではなく、君が彼らにここを変えようと思わせたのか。鳥は空へ羽ばたきたいと思ったがゆえに、自分のために翼を作った。しかし成婚計画を覆すにはまだまだ足りない。彼らにきっかけを与え変わろうと思わせたとしても、この夢を突き破れるかどうかは彼ら次第だ。世界を変える力と執念を平凡な人々が持っていると君は本当に思っているのか。いや、信じているからこそ全力を尽くしてこんな導きを残したんだろう。イカロスの物語なら知っている。職人の父と作った羽の翼を身につけ、彼らを捕らえる島から逃げ出そうとした。しかし、父の忠告に従わず、上がってはならない高さまで飛んでいった。
最後は太陽の光が羽を固定する蝋を溶かし、彼は海に落ち溺れ死んだ。ほう、随分と博識なんだな。だが私のように彼と話したことはないだろう。彼は神話に存在する人物だ。君と同じだな。だからこそ彼は存在していたと言える。イカロスはうぬぼれゆえに、それが招いた事故によって命を落としたとみんなは思っている。しかし、もしそれがずっと昔からやろうとしていたことだとしたら、彼は幼い頃こんなことを言っていた。私は天へと飛び上がり、落ちることで勝利を迎える。彼らの理想は真逆で、自分の理想が踏みにじられることを望んでいる。彼こそが君の見たもう一人のヒーローなのか。だがそれに何の価値がある。他人に踏みにじられる階段を与え、己の失敗で高くまで飛ぶなと戒めるためとでも。逆だ。彼はあえてあることを証明したかったんだ。私は太陽の目の前まで飛び上がった。そこは誰もが及ばない場所だから、誰かが私を超えられるかもしれない。さて、鳥はなぜ飛ぶと思う？